なでしこ横浜ダービーリフティング対決イエーイ。4月21日のなでしこ横浜ダービーに向けて日体大 SMG 横浜さんと3番対決を行います。今回はリフティング対決。ルールを説明します。1グループ90以上でリフティングをつなぎます。1分間にリフティングをつなげられた数の2グループの合計数で勝負。落としたら1からスタート。1人1回は必ずボールに触ることも1人2タッチ以内にマウスすることも忘れなく。せーの、頑張るぞ。日発には負けません。いやOh, yeah.
合計50回でした。4月21日は日発水沢球技場でなでしこ横浜ダービーです。来場お待ちしてます。待ってます。4月21日はなでしこ横浜ダービー日発水沢球技場でお待ちしています。